どうですか、ボクシングに転向して、もうパーフェクトな戦績じゃないですか。3戦3勝 3KO、 しかまもあ、はい。全て1ラウンド KO。 まあでも、本当に、まあ、去年は本当にいい1年だったんですけど、やっぱまたここからどんどん相手のレベルも上がってくるので、やっぱりここからだと思ってデビュー戦どうでした？ます。デビュー戦はそうですね、まあでもそんなに特にいつも通りっていう感じでいけて、で2戦目の方が相手の雰囲気もあって、やっぱすごい緊張感のある試合がきましたね。試合前とかだとどのくらいスパーリングとかやってきたんですか？ K1 時代よりも全然多くやってますね、ボクシングの方が。スパラウーリンングド数で言うと100ラウンドくらいとまあ、なんかちょいちょい故障してたんで そんなそに多くできなかったっあ、そていううのなんですが、か。あれですけど。でも、普段、我々は普段、80から100くらいはこなしていくのに、ですけど、まあ、それくらいはやらせようとは思ってなんか一回、井上選手とスパーリング、どうでした？井上選手。いやー、でも、なんですかね、常に僕がもらうところにいるんで、すごいやっぱ怖かったですね。これマスじゃなかったらちょっとやばいぞみやたいばいと思います。はい。危ないなっていう距離にずっといられて、もう回っても前出ても、何してもダメだな。はでもすごいチャンピオンなわけじゃないですか。い。はいはい。その選手とスパーリングができるなんてね、そうですね。一番いい経験。一番いいね。はい。階級も一緒、ほそうぼです一緒ね。じゃほないぼです一か。緒。はい。なので、こう本当に世界の実力を肌で感じることができるんだろうなっそうていですう。ね。はい。まあ、スパーリングとかもやられてるので、その目の前で見させてもらってるので、毎回毎回、すごい得るものが多いですね。スパーリングでやっぱ長いラウンドやるわけじゃないですか。はい。はいはいはい。そうなるとやっぱ K1 の3ラウンドとペース配分が全然違ってきません？全然違いますね。全然違いますよね。はい。もう K1 はもうほぼ1ラウンド目からダッシュみたいダッシュで、はい、全力疾走でできますけど。でもやっぱ8回とかやる戦うと、スパーリングだとやっぱジャブをついてこそううで様す子見ね。てとはかいっていはい。う形で。やるラウンドも作ったり、やっぱ考えながらやらないと、やっぱ最後後半バテちゃうので、それがやっぱ不安ですね。でも矢口さん、この間のデビュー戦から3試合僕全部見ましたけど、あはい、はい、多んまジャブついてないんじゃないですか。分ほとんどないですないですよね。ね。基本的には右フックに頼りがちな選手なんで、右フックが当たれば倒れると本人も思ってると思うんですけど、なんで本当、第3戦目、ついこの前の試合は、左ストレート、ワンツーを打って倒そうっていう話をしたんですけど、ワンツー1回しか打てなかったんで、結局、右フック、右アッパー、ゴーンって言って、パターンだったんで、もうちょっとこう、まあ、短い時間の中でもこう、ボクシングを作っていって、構成していって、最後にドーンだったらいいかなって思うんで。まあ、そういう意味ではなんかこう長いラウンド経験しないのもそうですけど、まあ、まだまだそういうのはこう本当にラウンドを経験していって初めて身につくペース配分だと思うので、そういうのはまあこれからかなと。まあ、僕もやっぱこうボクシングをやったことが、ね、試合ではないのでわからないですけど、まあそう見てるとやっぱりこう最初の世界戦とかになると、皆さんこうね、ちゃんと最初は左でジャブで削って、どんどん削って削っていって、後半に10ラウンド11ラウンドに仕留めるっていうようなパターンも結構あるわけじゃないですか。だからこう武井君の試合を今見てると、もう本当に1ラウンドで仕留めようみたいな、もうすごい力入ってて、見てる僕からすると、武井もっとジャブついていった方がいいんじゃないかとか思って見てるわけです。あれはどうなんですか？僕もそう思ってますね。まあ、倒すタイミングがあれば倒してもいいんですけど、それよりもそのこれから例えば12ラウンドだったら12ラウンドに向けて作っていく第一歩目の一番大事なラウンドというか、その相手の力量を測るラウンドそうですよね。相手はどんな動きするかとか、が。はい。まあ、なんとなく映像で見てるはいるけど、実際向き合って感じるところですね。ですよね。まだ今のところそれがなくて、こうはい。やっぱりこう K1 のチャンピオンとして、プラス今まで1ラウンド KO で勝ってきてるから、こう周りの期待も多分感じるじゃないですか。はい。はい。はい。それを感じてるからあんだけいっちゃってるのかなっていうふうに思うんだけど。そうですね。あとやっぱり K1 の癖かもしれないですね。その3ラウンドで戦ってきたから、やっぱ1ラウンド目からいっちゃうっていうのが、次の試合は、できれば判定勝ちをっていああ、とう、りあえず長いラウンドやるってはいい、やう。ってみたいなっていうのもあるんで、でもリングが立つ感じでいっしちゃうょ。かもしれないですよね。まあでもそれ、行けって言われても行けない選手っていっぱいいるわけじゃないですか。
まあでもそれもやっぱこう、まあ良さでもあるわけですよね。もちろん、はい、行けって言っても行かない選手もやっぱりいっぱいいるんで、はいはいはい、ね、でもそこはやっぱこう、僕がボクシングのトレーナーによく言われてたのは、拳は熱く、ハートは冷静にみたいな、うん、そういうふうによく言われてて、ね、そうですね、うん、難しいですねどうしてもやっぱり、はい、分かってるんですけどね、うん、はい、もちろん素晴らしいんだけどね、いや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 、ただやっぱりこうね、目指すところが世界チャンピオンだからね、はいはいはい、K-1 のチャンピオンで、そして K-1 とボクシングのね、はい、チャンピオンになるっていうのが、そうですよね、武井君が K-1 出てった最後に行った挨拶だからね、はい、リングの上でね、はい、それをね、こう僕は期待してるんで、ね、はい、僕っていうかこう、やっぱ K-1 の選手の人たちもやっぱりこう、武井君がボクシングで活躍してるのは絶対嬉しいし、うん、こうやっぱ負けてしまうと、はい、ケマ選手弱いんだと思われるのみんな嫌だから、ね、はいはいはい、わかります。だからこうみんな応援してると思うんで、はい、こう冷静に冷静に、さらにこう上を目指してやってってもらいたいなと思っていつも見てます、はい